こんにちは、プロトリフチャンネルです。では次に草物を植えていきましょう。まあ可愛い赤い実がついているヤブコウジを植え付けをしていきたいと思います。まあもうちょっとお役ご苦労様ということで、新しい土に植え替えるのでこの実は取ってしまいます。ちょっとねかわいそうですけど、新しく根っこを広げなければいけませんので、ね、全部実は取ってしまいましょう、ね、こんな状態、こういう状態です。じゃあこれを植え付けていきます。少し根の先をこう整理して、それで植え付けをしていくということです。まあ植えるのはこのような植木鉢、穴が開いているようだったら防虫ネットを敷き、そしてゴロ土を入れてください。そして先ほども紹介しましたけど、深玉7の腐葉土さんの培養土で植え付けをしていきます。少し下に入れて、そして根を広げるようにして、そして植え付けをしていきます。ちょっとなんか寂しいかなと思いますが、ヤブコウジは地下系、地下の根っこで広がっていく植物です。地下系というか茎がこう地面の中を張って育っていく植物なので、これから成長してここいっぱいにヤブコウジが広がっていきます。まずはしっかりと中央に植えてください。そしてこうしっかりと押さえて2、3回ちょっと強めにトントンと叩くということ。この後はたっぷりと水をやって半日陰の場所に置いてください。まあ、草物はどちらかというと直射というよりは半日陰ぐらいの場所の方がよく育つと思います。水切れだけは気をつけて管理してください。